卵の殻を酸で溶かします。2つ卵を用意しまして、1つはそのまま丸々1個、酢酸で殻を溶かしますね。もう1つは中身を、卵の中をかき出しておいて、卵殻膜だけのいわゆるスキンエッグ、袋の状態ですね、その袋だけを、使いたいので、先に中身をかき出したものですね、それを合わせて2つ作りたいと思います。1つは中身をかき出したいので、先にですね、ヤスリで卵の殻を一部薄くしてあります。さっきちょっと薄くしておいたんですけどもね、こんな感じで薄くなってます。はい、ここまで来るとツンってやると、あ、ちょっと破けちゃいましたけど、この状態で割り箸でかき混ぜれば大抵は出てくるんですけど、ちょっと大きく割れちゃいましたけど、あと出にくい場合はですね、ストローを突っ込んで息を吹きかけてやると、息を吹き込んでやると比較的中身が出やすいと感じですね。はい、でこちらの卵は水道水でよく洗浄しておきます。中を洗ってきました。でこれで普通の中身の入った卵と中をかき出した殻の卵ですね。でこれに酢酸水溶液ですね、まあ、4-5% でいいと思うんですけども、はい、こちら浮いてきちゃうので、ビーカーかなんかでちょっと重しを置いて、卵の殻はほとんどが炭酸カルシウムなので、酸と反応して二酸化炭素が発生してくると、弱酸である CO2 が遊離してくるわけですね。卵の表面から激しく二酸化炭素が発生しているのが分かります。泡によってこう卵が包まれている感じですね。はい、このまま丸1日ないしそれ以上ですね。一昼夜経過しました。2日目の様子です。ちょっと匂うのでラップをかけておいたんですけども、上からこう押さえる感じですね、このビーカーで。こっちの中身を取った方は、もう殻がほぼ完璧に、まあ、ちょっと残ってますが、もうほぼ溶けて、まあ、このまま洗えばいわゆるスキンエッグの状態になるんですけど、丸々1個だった方はまだだいぶ溶けてるんですけど、まだ殻がですね、卵殻がまだ残ってるようです。もうちょっとこの状態で放置したいと思います。はい、結局2日間置いちゃいました。こちらの、中身を取った方ですね、中身抜いちゃった方はこの通りですね。昨日まだ殻が、白っぽく残ってたもんですけども、もうきれいに本当に裸卵ですね、スキンエッグの状態になりました。黄身が透き通って見えます。ちょっとまだ酸っぱい匂いがするので、これを水洗いします。はい、洗ってきました。どのぐらい透き通ってるかっていうのをちょっと外に、窓の外にですね、こう明るいところにかざしてみますと、
黄身が透き通って見えますね。皮だけなのでこんな感じでポヨンポヨンって感じですね。強くやるとなんか破れちゃいそうなんで、はい、もう一方の中身を抜いといたやつですよね。中身を出しておいた本当に皮だけなんですけど、もう一つ の中身を抜いた方なんですけど、息を吹きかけてですね、潰れてるところを息を吹きかけて、少し乾かした状態にして、なんか手のひらの上でコロコロ転がして遊んだような気がします。昔マジシャンがこう手のひらの上で卵をですね潰して隠すっていうね、こうマジックにこう使われたという記述をどっかで読んだような気がするんですけど、ちょっとやり方はよく分かりません。本当にこう扱いは結構難しいので、こんな感じですかね。乾いてくると少しこう形が整えやすくなるというか、膨らませるのが、息を吹きかけて膨らませるのが結構大変ですね。これ完全に乾いちゃうと本当パリパリになっちゃうので、扱いとしては、まあ、きっとマジシャンはこう手のひらの上の卵をくしゃっとこう潰してこう隠してないないしたんだと思うんですね。きっとですね、簡単には戻らないのでですね。最終的にはこれ固まってしまうので、水の中に保管する感じでいいんでしょうかね。こっちの方も基本的に生卵なんであんまり持たないと思うんですよ。腐敗しやすいと思うんですけど、とりあえず水の中に保管しておくことにします。卵の有精卵無精卵の判定してるみたいですけど、